肥満を防げ年間本100冊論文300ペーパーを読みーさり誰かが言ったことでなく論文から出た結論しか信じられなくなった論文男がお送りをしますさあ本日は子育てシリーズですね子供に朝ごはんは食べさせた方がいいのかどうか問題ですねこれを科学的に解説していきます以前腹筋を悪化学でお話ししましたが私自身は現状朝ごはんを抜いて体脂肪をコントロールしています これは科学的に有効っていうことが証明されていることを以前の動画でもお伝えしましたが、じゃあ子供はどうなんだということですね。朝のあの忙しい時間帯に朝食を作って、子供を無理やり起こして朝ごはんを食べさせる必要があるのかどうかなんですが、これをですね、論文を使って徹底解説していきます。それでは早速行きましょう。2019年にサイモン・フレーザー大学が小学生から高校生までの子供で朝食を抜くことによって体にどのような変化が起こるのかっていうことについてメタ分析を行っています。 私のチャンネルではよく登場するメタ分析ですね。今まで行われてきた研究の中から信頼性が高いものだけを抜き出して結果を導くというデザインなので、論文では最も信頼性が高いものになります。3276の研究のうち信頼性が高い16の研究から導き出したんですが、朝食を抜いた子供というのは肥満、過体重になるリスクがめちゃくちゃ上がるという結果でした。 どのくらい上がるのかというと、朝食を食べている子供と比べて43%、まあたい5割くらいの確率で肥満になるという結果になりました。まあ、肥満というと結構身近になりますし、運動すればそんなに問題ないでしょって思うかもしれませんが、この時期の肥満というのは、成人になってからの肥満率と強く相関しているということが過去の研究で明らかになっています。普段周りでも、どんなに運動しても痩せないんだよねって言っている肥満体系の方っていませんかああいう方は本当に痩せにくい体になっていて、 成人を過ぎて大人になってから必死に運動しても全然痩せないんです。で、その理由の多くは子供の頃に朝ごはんを抜いていたからっていうパターンが多いです。これは子供でも一緒で、2019年小児病院から出た研究ですが、朝食を抜く青年の肥満というのは運動で改善できるのかってことについて、15歳から16歳の802人の男女を対象にして研究が行われました。結果としては、先ほどのサイモン・フレーザー大学と同様に、朝食を抜いた群では肥満が強く体脂肪率も高かったという結果でした。 そして、これは身体活動量が高くても一緒だったということでした。まあ、つまり、朝食を抜いて肥満になってしまった子供に、あんた太っているから運動しなさいって言って、無理やり運動させても痩せないっていうことです。もちろん、遺伝子レベルで痩せにくい体の方がいますので、そういう子は朝ごはんをしっかり食べてても肥満体系から抜け出せないんで、100%これが原因っていうわけではないんですが、朝食を抜くっていうことは肥満と強く兼ねがあって、これは運動でも改善することが難しいっていうことです。 じゃあ、肥満になると子供にどんな影響があるのかなんですが、実際ですね、体型がちょっと大きかろうが、その子の個性だからって思えば、そんなに問題ないかなと私自身も思うので、体型なんか気にしなくていいよって言いたいんですが、マイアミ大学の研究で、肥満というのは脳の老化を10年以上早めるということが明らかになっていまして、肥満体型の人というのは、普通の体型の人と比べて脳が薄くなるっていうことが分かっています。これ脳の老化ですので、認知機能、記憶力とかですね、ここに問題が出てきます。 子供の頃の認知機能というのは学校の成績にも強く関連していまして2014年にスティディミラの大学から出たメタ分析においても朝食を抜くということは学校の成績に悪影響を及ぼすということが分かっています通常子供というのは大人と比べるとより多くのエネルギーが必要になりますので朝ごはんを抜くことによって平均の血流と酸素利用が不足するということが分かっていまして朝ごはんを抜くと学校の授業に集中できなくなりますので成績にも悪影響を及ぼすということが分かっています またはその他にも2019年ポルトガルから出た研究では3から9歳の子供517人を対象にして食事の頻度と体重の状態についての調査が行われていまして食事の頻度が多いほど体重の状態は良好であり肥満体系は少なかったという結果でした大人であれば食事の頻度というのは体重の増加と関連していますが子供は逆なんですね、まあ、なので大人感覚で子育てをするということは少し危険だよということです 先ほども言いましたが、子供というのは大人よりも大量のエネルギーを必要としていますので、大体6歳くらいまでの子供というのは、1日5回の食事の摂取が必要となります。1日5回とか無理ってお母さん思うかもしれませんが、これはおやつも含めて5回ということなので、5回もしっかりとした食事を作る必要はありません。ただし、スナック菓子とか砂糖が入っているお菓子というのは、子供の尿酸値を高めて、心臓疾患のリスクを上げるっていうデータもありますので、基本的にはフルーツとかおにぎりとかがいいです。 私の子供の場合だと、一回の食事で全然食べてくれませんので、朝ごはんで残したものとか、昼ごはんで残したものなんかを、朝のおやつ、昼のおやつで出しています。で、それを食べてくれなければ、フルーツを出すっていう感じですね。私たち夫婦の場合は、子供が食事を食べてくれないことに悩んでいましたので、この論文を読んだ後というのは、別に一回の食事で無理に食べさせなくていいんだっていう気持ちになったので、逆に楽になりました。で、これちょっと脱線したんですけれども、朝食の話に戻します。 つまり朝食を食べると肥満体系を予防できて、それに伴って濃度の状態が良好になり、学校の成績も上がりやすいということです。ではどんな朝食がいいのかなんですが、やっぱり朝から栄養を考えて主菜、副菜まで用意するのってめちゃくちゃ大変じゃないですか。ただ実際にはここまでする必要はないということが2014年のキャンベラ大学の研究で明らかになっています。このキャンベラ大学の研究では朝ごはんには朝食用のシリアルがいいということが明らかになっていまして、 朝食用のシリアルの利点についてメタ分析を行っています。結果としては232の研究で朝食にシリアルを食べるということは栄養素の摂取量、体重増加の予防、糖尿病、心血管疾患、高血圧、消化器の健康、歯と精神の健康、および脳への栄養面に関して良好であったという結果が出ています。つまり朝ごはんにシリアルを食べると肥満を防げて病気にかかりにくくなり、便通が良くなり、虫歯の予防になり、性格が穏やかになり、 脳への栄養にもいいっていうことです特に全粒穀物や穀物繊維が多いシリアルというのは栄養素が高いので食物繊維ビタミン B ビタミン葉酸カルシウム鉄マグネシウム亜鉛の摂取量が多くなります私のおすすめはフルーツグラノラですねよくスーパーなんかで販売されていますがこの商品だと全粒穀物ですし味も美味しいのでおすすめです砂糖が入っていますが砂糖なしだと美味しくないので子供は食べてくれませんので できれば、砂糖は少なめがいいんですけれども、食べてくれないっていうのは一番避けなければいけないので、うちの家族はこれを食べています。あとは、シリアルに入れる牛乳なんですけれども、以前保存した牛乳は飲ませていいのかの動画でもお伝えしたんですけれども、全乳というのはエストロゲンが多く含まれていますので、男の子は牛乳を飲むことによって、将来子供ができにくくなるということが明らかになっていますので、脱脂粉乳をお勧めします。シリアルプラス脱脂粉乳を朝ごはんに食べることによって、 子供の健康だけじゃなくて、気質が穏やかになって、学校の成績も上がりやすいってことです。また、うちの子供の場合なんですが、やっぱり朝ごはんを全然食べてくれない時が頻繁にあるんですね。以前放送した子供に野菜や食事を1.4倍食べさせる方法でもお伝えしたんですが、こういう時って、お皿の絵柄をアニメのキャラクターとか、子供が好きなキャラクターにすることによって、子供のテンションが上がって、食事量1.4倍になるっていう話をしたんですが、 これはですね、お皿だけじゃなくて、シリアルの袋でも応用が効くということが分かっていまして、どういうことかというと、スーパーとかで並んでいるシリアルの袋に、時々期間限定でアニメのキャラクターとかが付いていることってあるじゃないですか。まあ、何も袋にキャラクターが付いていないシリアルと、キャラクター付きのシリアルでは、子供の食べる量や頻度が増えるということが分かっていまして、子供のことを考えるのであれば、キャラクター付きのシリアルを購入することをお勧めします。心理学的に、大人では漫画のキャラクターが付いている製品というのは、無意識のうちに、 栄養価が低いっていうふうに判断するということが2020年メキシコの研究で分かっていまして対象者19,857人を対象にした研究なんですけれどもキャラクターが書いてあるシリアルは子供のために買うのは良くないっていうふうに考える確率を高めるということが明らかになっています、まあ、つまり科学的に子供の食事量を増やすのであればキャラクター付きの製品を買った方がいいにも関わらず無意識のうちにキャラクターなしのものを選んでしまうっていうことですこれはシリアルだけではないので 子供のためと思えばキャラクター付きのものを購入するようにしてください。では最後にまとめです。子供の朝ごはんは必ず取らせるようにしてください。朝ごはんを食べさせるということは子供の肥満を予防させて学校の成績の向上にもつながります。朝ごはんはそんなに手の込んだものにする必要はなくてシリアルプラスラッ風乳のコンビで十分です。シリアルは栄養素も高いので肥満の予防や学校の成績向上だけではなくて病気にかかりにくくなったりとか虫歯の予防、 気質が穏やかになるってことも分かっています。あんまり食べてくれない子には、キャラクター付きのシリアルを選ぶと効果的です。小学校低学年まで朝ごはん食べていたけど、高学年から食べていない子が多くなりますので、最低でも成人までは朝ごはんはしっかりと取るようにしてください。それによって朝の活動量向上につながり、頭の回転も早くなりますので、朝ごはんをしっかりと取るようにしてください。現状、世界には15億人の肥満体系の人々がいます。そのうち31%は 子供と青年というふうに言われています。シリアルに牛乳を入れて子供に渡すだけでも子供の暇を防げますし立派な子育てになりますのでなんか最近疲れて朝ごはんを作る気力がないお父さんお母さんぜひ実践してください。それではこのチャンネルでは論文や本をベースにして生活を豊かにする情報を放送しています週末の金土日の夜7時ぜひご覧ください。あとグッドボタンチャンネル登録もお願いします